8年目、6月の1週。なんか感染設定で、全線感染しないってやると、なんか勝手に進行してくれるらしいんですけど、一番有益な情報でしたね、これ。あれ？王貞治選手が極度の不振に陥ってるようです。ちょっと1年目から4番さすがに期待しすぎたか。うん。まあまあ、ぼちぼちやってください。キングバーガー虎選手が極度の不振に陥ってるようです。こいつ入団してからずっと調子悪いんで、いつも通りですね。はい、今年も終わりましたと。5連敗。あ、山本昌いる。山本昌強いかな？ちょっとこの河合をまず見ていきますか。負けすぎや。はい、6月終わりました。災害。ダメ。もう一気に転落したな。広島と10ゲーム差ぐらいなんかあったような気がしたんですけど。ボロ負けですね。マジで勝てん、このゲーム。どうなっとんの？どうやったら勝てんのこれ。金の力で強いやつ呼ぶしかないのか。ゴルフクラブ。いいっすね。もうバットで打ってもどうせ打てないんで。ゴルフクラブで打てばいいんじゃないですか。オールスター戦。エリー。安西雄一。選ばれましたね。お、ヤクルトに行った赤星さんも出てます。このチームには一体何が足りないのか、その辺をちょっとね、しっかり分析しないと。え、河合強くね？伝説のドロップへ。こいつトロッカーかなり強いんじゃないですか。大家さんも余ってたらトロッカーなって感じですね。ちょっと広島と5位争いしてますね。かなり熾烈な争いとなってます。19.5 ゲーム差 VS。20ゲーム差。バッターが弱いのか、ピッチャーが弱いのか、どっちだ？得点は338、下から2番目。失点は413。ダントツで多いですね。失点が多いのか。え、ピッチャー弱いか、そんなに。ピッチャーが弱いのか。で、得点も全然取ってないからな。得点1位のヤクルトに130点差つけられてますからね。得点率悪すぎやろ。なぜこんなの打たへん？ちょっとヤクルトのあれ見たいな。安西雄一、王貞治。うん、まあ3割が1人もいない。他球団。ちょ、ヤクルト見よう。ヤクルトの打者はオリオール、熱い。赤星さん。うん。あ、でも、3割ではそんないないですよね。3割ではそんないません。ホームランは？ホームランが多いのか。オリオール。ホームラン数そんな変わんないと思うんですけどね。こっちの方がホームランは出てないですか？なぜ？で、ピッチャー。この4人投げさせてますけど。パッとするピッチャーいないな。石川さんクラスのピッチャーが欲しい。ああ、大家さん取られた。欲しいやつは全員取られてんだよな。お、王貞治が新庄さんの報酬を受けて逆境に強いというスキルを身につけました。新庄さんしっかりコーチをしてね、やってますね。さあ、今年は5位でした。なんとか最下位は避けましたね。さあ、今年の個人成績、首位打者、安西雄一。2割8分0厘。本塁打は安西雄一。25本。王貞治。1年目は19本。まあ、十分ですね。投手、エリー。3.03。ピッチャー全員一応3点台に収まってますね。能見さんがちょっと負け多いか。石川さんも多いな。順位は5位。得点513。600取れるチームになってきたい。失点581。4番目ですね。ホームラン142本。ホームランは結構出てます。打率2割5分7厘。ドラフト会議いきますか。特になんか強そうなやついなかったんだよな。めっちゃ強い転生とか、どうせいるんでしょうけど。さあ、1巡目は、こいつにしようかな。島田武雄。ヒットを大量生産できるか。アベレージヒッタータイプですね。3球団競合ですね。3球団初だな。これは、ど真ん中一択。取られた。マジか。じゃあ誰行くこれ。梶原行っとくか。梶原かぶっていません。3巡目。井上順行っとくか。あんま強そうじゃないですけど。山本昌しとくか。3巡目。いまいちっぽいな。この3人ですね。FA。誰かいいやつ。いないか。涌井。涌井欲しいな。あれ、赤星さん。よかった。赤星さん結局ね、FA 使ってたんで。トレードしてよかったですね。萩原慎三郎。誰だこれ。外野手か。萩原慎三郎も欲しいぞ。23歳。めちゃくちゃ使える。この2人どっちか。ピッチャーの方がいいかな。涌井さん取るか。萩原慎三郎。いや、こいつ強いな。FA でガンガン取ってやろ金の力で解決するしかない。よしよしよし、2人とも取ってやるぜ。金の力でもガンガン取っていけばいいんですよ。それで勝てるんですよ。うちのチームファン0人ですからね。交渉していた涌井選手が入団を了承してくれました。全員もう5年契約で契約してるんでいい感じですね。12億払いました。契約更改大丈夫かな。萩原慎三郎も取れましたね。16億払いました。契約更改。ちょっと結構支払い合計10億か。全然払いますね。能見さん4億に跳ね上がったから。能見さんでもそんな活躍してるかっつったらそんなに言うほどしてないからな。33歳か。4億にしといてトレード用にしようかな。王さんもしっかり5年契約にしとこう。安西雄一か。こいつもちょっとね、早めに5年契約にしとかないと。こいつは跳ね上がるよ、年俸。30億の素質持ってるからな、こいつ。3億でなんとか5年契約できない。金足りるかな。一応全員行きましたからね。うん、OK。一応全員行きました。残り9億になっちゃった。まあいいや。今年は結構涌井とかも取ったんで、しょうがないですね。子供用帽子が3つあるな。1、2の3。ちょっと帽子を3つ組み合わせるとどうなるんでしょうか。大道選手、取りました。契約。お、今年、あ、なんだ。アイラブベースボール。4億もくれんの。神。365日、24時間、野球の情報を発信し続ける有料放送局です。これはいいですね。これと、テレビ関東と、イテマイ TV。7億、ありがてえ。新たに入った3名の選手、見ていきます。大道選手。あんまり強くないですね。まあ、代打の神様。代打まあ使ってみましょう。萩原慎三郎。萩原慎三郎、クソ強いこいつ。マジか。A しかないんですけど。長打はまあ別に C でいいんですよ。ヒットタイプなんで。めちゃくちゃ強いな、こいつ。こいつ取ってよかった。で、あとは涌井さんですね。涌井さんどこ？涌井さん。涌井さんも普通に強いですね。使えますね。勝てる。成長が高かった。お、涌井さんいいですね。井川さんもいいですね。萩原慎三郎、安西雄一。この二人、期待大ですね。いや、能力だけだったら絶対強いんですけどね。いまいち一体感がないというか。やっぱムードメーカー必要ですよね。さあ、今年のスターティングメンバー、このような感じになってます。1番、萩原慎三郎。こいつはもう完璧、1番タイプですよね。打率3割、24歳、若い。2番、春日健次郎。こいつもね、強いんですよ。23歳、若いですね。3番、安西雄一、28歳、BAA。長打力あります。ホームラン25本打ってます。走力はエース。そして4番、王貞治。前の年は2割7分7厘。ホームラン19本。逆境に強い。得度も増えてます。20歳ですね。7番、荒川元志。29歳。もうちょっと打率上がってほしいんですけどね。ホームランは16本。ホームランもちょっと20本超えてほしいですね。6番、細川さん。7番、前田智則。吉田義雄。あまり打ってませんが、まあ守備で活躍してるんじゃないですか。守備ちょっとわかんないですからね。どんだけ活躍してるかってのが。ピッチャーはこんな感じですね。エースはエリー。去年は防御率 3.03、13勝12敗、勝ち越しています。2番手、涌井さん。安定してそうですね。3番手、能見さん。今年ちょっとトレードに出すかもしれません。4番手、林さん。林さんいいですね。そんな感じですかね。もう一枠、まあ、石川さんとかいますから、いいでしょう。お、いいぞ、オープン戦。オープン戦めっちゃいい。あー、もうオープン戦で勝たんでええって。なんでオープン戦でこんな勝つん？どうせこれスタートしたら負けんのに。えって。ペイナントレース開幕。いや、今年はなんかいける気がすんな。まあ、オープン戦、なんだかんだ良かったんで。いけるぞ。さあ、開幕戦、勝った！よし！開幕戦勝ったのは強い。開幕3連勝。10対0。まあ、負けは負けなんで、接戦でもね。あー、AD が負けたか。ちょっとトレード早めに、能見さんと交換できそうな人を探そう。26ぐらいの生きのいいピッチャーいませんからね。稲尾さんいるじゃないか。いや、稲尾さん欲しい。交換できないか。よしよしよし。まあ、中日は強いね。オッケー。ヤクルトには勝たないと。ヤクルトにしっかり勝っていこう。オッケー。4勝。週に4勝意識していきましょう。そうすれば順位は上がってきます。毎年4月は調子いいんですけど、そっからどんどん落ちていくんだよな。なんか19点とか取ってますね。OK、3勝。4勝いけ。広島に。OK。週4勝キープしてる。いいっすよ。マイナスは無理か。お、球団注目度。めっちゃ上がった。ロゴ入りバス購入。応援歌をバーコンで流しながら渋谷を走らせていきます。いやー、普通に3連敗してる。ダメだ。あー、ダメだ、もう。くそ。トレードの返答来た。萩原慎三郎とダルビッシュ。それ無理。しかし、能見さんを渡すことによって、いけるんじゃないこれ。能見さんと一直で。どうですか？今順位5位ぐらいかな。現在5位ですね。4.5 ゲーム差。うん。得点106。失点114。いや、中日のピッチャー強すぎ。もう30失点の差がついてる。打率は割といい感じですね。防御率もっと抑えらんないか。よし。6連勝すれば。6連勝すればいけるぞ。ガチで。いける。4連勝。よし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 。おもれ。神ゲー。はい、神ゲー。あざした。これで一気に3位ぐらいまでいったな。7連勝。10連勝いけ。8連勝。あー、8連勝ストップ。まあ十分でしょう。ダルビッシュはダメだった。それではちょっと交流戦、1回だけ見ていこうと思います。先発の能見さん、オール手が。おお、貞治取って、あと。ヒット打たれましたね。ナイスゲッツー。やっぱショート守備いいですね。無難な立ち上がり。さあ初回に5点取っていきましょう。先発岩隈さんか。これなかなか強いですよ。さあ1番荻原、打率は2割8分3厘でしたね。まあまあ打ってますね。1番としての仕事果たしています。おっ、速っ。足速え。今のセカンドゴロでセーフなのか。さあ春日健次郎、右投手には強いですから。進塁打。やや緊張した安西雄一。ナイスバッティング。センター返し。ワンアウト一三塁。来ました、王貞治。3割1分4厘。ホームラン9本打ってますね。ちょ、貞治、行ったってくれ。見してくれ。一本足。ナイスバッティン、レフト前、1点先制。素晴らしい。これが今年のチームですよ、皆さん。ようやくヤンバルズの時代が来ました。いや、今年いけるな。今年マジで A クラス行きたい。初回1点取りました。さあ結果を見ていきましょう。勝ちました、3対1。ナイス。いいぞ。能見さん6勝4敗。ああ。4敗か。最低でも3勝しないとな。え、こいつめっちゃ強いな。こいつ、取るか。こいつ逆指名で欲しいですね。さあ5月終了しました。正直そんなに順位は上がってなそう。4位ぐらいかな。4位はいってると思いますね。4位か3位。月間 MVP。選ばれてない。ヤンバルズ4位か。6.5 ゲーム差。3位とは 1.5 ゲーム差。勝ちて、得点243。得点力めっちゃ高い。え、違うわ。巨人見てた。違うわ。得点力は下から2番目。相変わらず。失点201。失点と得点が一緒なんですけど。全く同じ。ホームラン46。あ、ピッチャー結構上から3番目ぐらいに抑えてますね。いいっすよ。いや、全然いける。個人成績。打率はまあちょっと、落ちてきたか。よし。4勝。5勝いけ。5勝いけばまあ、よかったんですけど。ちょっとここのダルビッシュが何としても欲しいんで、キングバーガートラ。キングバーガーとちょっと名前似てるから、交換してくんないかな。ちょっと4億の能見さんと、金額の方がいいと思うんですよね。5億出そう。能見さんプラス5億。結構いい取引だと思いますが。外野手の柴原。天性プロですね。芦沢さん、ちょっとドラ1候補ですね。かなり強い。よし、いいぞ。マジでいい。もうガチでいい感じなんで、これ。今年マジ来た。ようやくピースが合わさった。どう？ OK、4勝。5勝しよう。5勝。うん。4勝できていれば順位は上がっていきます。そう、このヤクルトと中日に勝っていかないと A クラスいけませんからね。いや、中日が強いんだ。ダルビッシュダメか。月間 MVP。林さん、選ばれてますね。3位いってんじゃない？いや、3位いってないのか。6.5 ゲーム差。マジか。手強いな。今年逃したらもうあと10年 A クラスいけないですよ、これ。9年目にようやく A クラスが見えてきています。得点は下から2番目。防御率はかなりいいですね。2番目にいいですね。ピッチャー頑張ってるめっちゃ。あとバッターが打ってくれればいきます。ホームラン。安西雄一18本。大貞治14本。ちょっと誰かしら留学させてもいいですね。さあ、我がチームが上に上がっていくには、どんどん勝っていかないと。いいぞ !2 連勝。稲尾さんにも勝った !3 連勝。いや、これ3位上がったな。広島はまあまだ負けてもいいんですけど、一応上にいるんで。4勝。いや、去年とは格段に勝率が違う。グッズショップ、北信越、東海進出。結構今年勝ってるんで、球団注目度上がってほしいですね。コアなファンしかいません。やんばる女子を流行らせていきたい。オールスター、エイリー、貞治、ついに認められてきましたね。2割9分1厘、ホームラン16本、安西雄一、荻原慎三郎。よしよしよし。広島をしっかり3立てしていく。やっと波に乗ってきたか。4連勝、5連勝いけ。エリー、5連勝、強い。ようやく面白くなってきた。6連勝。これなんですよね。やっと面白くなってきた。マジもう最下位とかクソゲーなんだよな。やっぱ、勝たないと。バット。マッチ、バット、バット。バットを燃やしながら全力で振っていく。バーベキューインパクト。8連勝。いや、9連勝。いけ、10連勝。奇跡の10連勝。奇跡の10連勝。強すぎる。11連勝。マジ強え。何が起きた？マジで何が起きた？こんなことがあるのか。うん、11連勝でストップ。まあ十分。さあ、この7月でかなり上がって2位ぐらいまでいったんじゃないですかね、これ。これ2位あるな。1位はちょっとまだわかんないですけど。6ゲーム差ぐらいあったんで。2位あるぞ。10票。よし！ 2 位まで上がってきた。しかも、中日と 0.5 ゲーム差。首位攻防戦。これはマジクソ熱い。今年マジクソ熱いぞ。消えたファンもね、戻ってきてます。得点420。まあ、得点は下から3番目。失点がめちゃくちゃ少ない。打率2割7分4厘。防御率 3.58。いいですね。勝ったな。おお、貞治。2割9分5厘。ホームラン24本。貞治が覚醒してんのか。荻原取ってよかった。2割9分3厘。よし。今年は勝てる。この調子で1位まで上がろうや。A クラス確定でいいんじゃないこれも。A クラスは割とキープできそうな感じありますけどね。6ゲーム差つけてますからね。ファンサービスタイム増加。さあ、重要なのはですね、対中日戦。対中日戦だけは負けてはいけない。いいぞ。ここ。ここ。よし。2対1。ピッチャー頑張ってんな。6対0。強い。いや、これ首位に出ましたね、多分。首位に立ちました。これもちょっと一気に今年終了まで行きたいですね。いや、マジおもれ。勝てると本当におもろいんだよな。甲子園。今年は何が違うかっていうと、怪我がまだ一人も出ていません。それがでかい。定期的にやっぱチェックしてるんで。OK、3勝。怪我が出るとガタッと崩れるんだよな。誰だ？ああ、細川選手。そろそろスタメン変えとかないと怪我人が出ますね、これ。一人出たんで。一人出たらちょっと危ない。前田智則能力上がってますね。A、B になってる。皆さんちゃんと成長してるんですね。やべ、中日に3立てはまずい。勝て、勝て。ドラゴンズにマジック 23？ ふざけんな。うわ、3立て食らったわ。これダメだ。2位だ。ここの3立て食らったのマジで痛すぎる。順位表。4.5 ゲーム差。マジか。巨人も結構上がってきてますね。巨人とも、4.5 ゲーム差ぐらいあると。このまま2で逃げ切る感じでいけますかね。残り1ヶ月。3連勝。巨人に3立てくらうと、抜かれる可能性もありますからね。中日3連戦。まだ諦めていません。3立てしろ。うわ。いや、強えわ、ちょっと。勝てんな。うわ、3立てされた。これは圧倒的だ、ちょっと。まだ優勝は早かったが。優勝は逃しました。しかしまだ2位争い。キングバーガートラ選手が何やら不満に思うことがあるようです。こっちの方がキングバーガートラに不満あるんですけど。そろそろ活躍してもらっていいですか、キングバーガーさん。巨人勝って、巨人負けたか。やべえ、3位落ちてそう。大丈夫か。ワンコそば食って、弁当食って、値下げ。やべ、9ゲーム差。3位の巨人とは 1.5 ゲーム差。守りきれ、2位を。初の2位。守れ。ギリギリ2位ですね。4位にはさすがに落ちないか。さすがに4ゲーム差くらいあるんで大丈夫そうですけど。3ゲーム差か。荻原慎三郎3割。選手カードの配布。キングバーガートラのカードは SS レアですね。あ、長田強いこいつ。何こいつ。恐ろしいパワーヒッターか。いや、こいつ欲しいな。長田。逆指名まだされてないと思うんですよね。長田取ろう。で、あとは、小田健二さん。小田健二さん、いいですね。打撃はちょっと全然わかんないんですけど。外したらちょっと小田さんにしようか。あれ、何？海外戦ってなんだ？もう順位確定したか。2位で確定しましたかね。アジアトーナメント開幕。なんだこれ。めちゃくちゃ気になるんですけど。この試合は次回、お送りしていこうと思います。というわけでギリギリ2位で今シーズン終わることができました。非常に満足ですね。1位がかなりズバ抜けてました。かなり満足ですね。得点612、得点4位。失点の少なさは2位ですね。ホームラン168本、2位。打率2割7分2厘。月別順位。5位から始まり、じわじわと順位を上げてきました。次回、クライマックスシリーズ、そしてアジア大会、この2つやっていこうと思います。まだ日本一の可能性残ってますから、頑張りたいですね。というわけでこの辺で終わっていこうと思います。お疲れ様でした。